本アニメのせいで犯罪者が増える。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。近年ポリコレという言葉を耳にすることが多くなりました。しかしポリコレとは何を指すかを具体的に知らないのに否定的なイメージを持ってしまっている方もいるのではないでしょうか。自分の意見を示そうと思っただけなのにそれがポリコレに反する言動だと言われてしまうと表現が制約されていると感じてしまいますし、ジョークを言うこともできません。またポリコレを正しく理解していない人々がポリコレに対して過剰に反応しているために起きている問題もあるのです。今回は行き過ぎたポリコレとメディアについてご紹介します。まずポリコレとはどういうことを意味するのかについてご説明します。ポリコレとはポリティカルコレクトネスの略称で、民族、宗教、性別、文化の違いに起因する偏見や差別をなくし、中立で公平な表現を追求する考え方を指します。この言葉は1980年代に生まれ、日本でも2000年代以降にポリコレという言葉が知られるようになりました。差別用語を排除し多様性を尊重する立場から生まれたこの概念は、社会全体で差別を撲滅するための動きとなったのです。ポリコレの影響を受け、ブラックからアフリカンアメリカンへ、ビジネスマンからビジネスパーソンへ、看護婦、看護師から看護師へといった人種や性別を前提とした表現から、より中立かつ包括的な言葉に変化しています。この変化には企業が注目しており、人材不足や社会の価値観の変化、国際化への対応などを背景に、多様な人材を引きつけるための施策としてポリコレへの対応を強化しています。しかしポリコレには線引きが難しく、過度な表現の制約が表現の自由を阻害するという批判もあります。具体的な方針やレギュレーションがないため、特定の言葉や表現が差別的であるかどうかは主観的であり、何が正当な表現かの線引きが難しい面もあるのです。そして最近、行き過ぎたポリコレとして話題になったものがいくつかあるのでご紹介します。1. アニメ、ワンピース。アメリカのメディアがアニメ、ワンピースがレイシストであると主張しています。その要因となっているのが、ワンピースに登場するキャラクター、ウソップです。主張の根拠として挙げられているのは、鼻が長くタラコ唇というウソップの外面的な特徴がブラックフェイスに似ているという点について。しかしこれに対して海外からは批判が相次ぎ、ウソップがアフリカ人であるという主張に対する疑問や冷ややかな反応が見られます。論争の中でウソップの特徴はピノキオに由来していること、作品の中に人種に関する明確な描写がないこと、ファンタジーの世界であるワンピースにはアフリカが存在しないため、ウソップをアフリカ人と位置づけるのはおかしいとした意見が展開されていました。またワンピースが実写化を遂げるほどに世界的に成功している作品であることから、嫉妬の対象としているだけで的の外れた批判をしているだけだとみなす声も多く上がっています。 2. 実写版リトルマーメイド。実写版リトルマーメイドにおける原作との相違点に関して、ディズニーのポリコレ意識が強すぎるのではないかと批判を浴びています。主人公のアリエルは原作では白い肌と赤いロングヘアが特徴的ですが、実写版で起用されたのは黒い肌と茶髪のドレッドヘアが特徴的な俳優、ハリー・ベイリーです。これにより一部の原作ファンから原作と違いすぎるとの反発が生まれ、ハッシュタグ、ナットマイアリエル、つまり私のアリエルではない、
といったハッシュタグが SNS 上で広がるなど物議を醸しました。アリエルはディズニープリンセスの中でもファンが非常に多いキャラクターであるため、ハリー・ベイリー本人への批判というよりもアリエルのイメージを守ってほしかったと感じたファンが批判しているようです。またリトル・マーメイドに限らず、最近のディズニー実写作品では白人キャラクターに黒人俳優を起用することが増えてきました。このディズニーの変化について、既存のプリンセスに黒人を起用することでプリンセス像における人種差別的な表現を変更、削除しているのではないかという見方も存在します。実際に実写版の監督を務めたロブ・マーシャルが、アリエルは自分なりの考えを持っていて恐れがない女性です、ハリーにも自分の望み通りになると信じているような純粋さがありますと語っており、ディズニーが外見だけではなく内面の素質に焦点を当てたいと考えている可能性が示唆されます。 3. マクドナルドの CM。 日本マクドナルドの CM がアメリカの広告とは異なり、家族やカップルの描写が普通であることが海外で話題になっていました。近年のアメリカではカップル役は異人種同士であったり同性愛者であったり、ぽっちゃり体型のモデルを起用したり、若者をターゲットとした CM にはラップの BGM が使われたりといった広告が増えています。これに対してアメリカの企業は、政治的社会的な視点に過敏になっているため異人種のカップルや LGBTQ+ を強調しているのではないかと考えられているのです。しかし日本の CM では伝統的な普通の家族や普通の学生カップルを描いています。そして海外とは全く違う価値観が表現されている日本向けの CM に対して、欧米じゃマクドナルドのこんな CM はもう見れない、さすが日本など、海外の多くの人々が称賛の声を寄せているのです。また幸せな家族やカップルの日常からは甘酸っぱさが感じられますが、このような甘酸っぱい体験をしたことがない人々が配慮が欠けていると批判しているのではないかと指摘する声もありました。このようにポリコレが行き過ぎたために差別ではないことが差別と言われたり、伝統的な文化が壊されているのではないかと不安を感じるようになってしまいました。反対にポリコレに対しての意識が薄いと思われる表現が好まれるほど、ポリコレへの否定的なイメージが強まっているのです。そして行き過ぎたポリコレは日本のとある文化を非難する道具として利用されてしまっています。アメリカのニュースサイトバイスが過去に投稿した動画が日本に対して印象操作を行っているとして議論を呼んでいるので、詳しくご紹介します。日本のアニメを攻撃したアメリカメディア。バイスメディアは1994年にカナダで設立され、その後アメリカに拠点を移し、ウェブ記事、動画、音声などのコンテンツを提供するバイスニュースを展開しました。しかしバイスは日本のアニメや漫画に対して偏向報道を行うようになり、その報道からは表現規制を強化したいという思想が強く反映されていると指摘されています。特に注目されているのは日本のポルノ漫画業界というタイトルの動画。漫画と丸犯罪の関連性を示す調査結果はないと言いながらも事実と異なる報道をしています。動画内ではバイス記者のモンゴメリー花子氏が子供に見えるキャラクターが描かれた青年向け漫画をポルノ認定したり、ソースを提示せずに日本では児童に対する丸暴力の件数が増加していると発言したりと、日本の漫画文化を小児性業界と決めつける侮辱行為を何度も重ね印象操作を行っていました。
実際に児童に聖丸加害をしていた人を登場させ、創作に責任転嫁するという演出が見受けられたことも批判の対象となっています。また、動画は日本国外からしか視聴できないように設定され、コメント欄も閉鎖されているため、一方的に英語で日本人作家を非難するという差別を行っているとも言えるでしょう。この動画に対して、姑息な手段だ。情報をそのまま伝えることを放棄している。との批判の声が上がっています。そして、このように日本の漫画業界を敵に回したバイスですが、2023年5月15日、日本の民事再生法に相当する連邦破産法の適用を裁判所に申請していたのです。これは事実上経営破綻したことを示しています。破綻の理由は負債が急増したからとのこと。その推定額は最大で10億ドル、日本円で約1360億円に上るとされています。また経営破綻に伴い、バイスニューストゥナイトという番組が終了し、レイオフやリストラが行われました。バイスメディアグループはニュース部門を能率化することを発表しつつも、バイスニュースは事業の中心であり、形を変えつつも長期にわたり重要なジャーナリズムを提供していく方針であると述べています。さらに、破産申請を免れるために同社を買収する企業を探しているものの、売却の見通しが立っていないとのこと。バイスは着実に崩壊に向かっているのではないかと言われています。これに対して、以前のバイスは興味深いジャーナリズムを発揮できるメディアだったが、いつの間にか落ちてしまった。今となっては自業自得以外の何者でもない。という辛口なコメントがたくさん上がっているのです。まとめ。バイスが動画で提供したデータには、不適切なデータが意図的に選択されていました。虐待の検挙数とポルノの被害者数の線グラフを使い、被害が増えていると伝えたかったようですが、加害者検挙数と被害者数が統一されていません。警察庁の統計を元にしているとのことですが、意図的に大きな数字を選んだため、データに矛盾が生じているのです。また、バイスの本国であるカナダの方が日本より児童への丸暴力が多く、増加率も高いですし、検挙数についてもカナダの方が多く、増加率も高いのです。漫画やアニメの規制が2014年以前から行われているカナダでは、漫画やアニメがポルノに含まれるといった言い訳は通用しません。アメリカの全米行方不明非搾取児童センターのポルノ報告数では、アメリカが494,388件、カナダが43,350件、日本が33,886件と公表されていることからも、バイスが事実を伝えようとしていたのではなく、印象操作をしているということがよくわかりますね。現在、ポリコレを言葉狩りだと感じたり、表現への行き過ぎた配慮に対して、ポリコレ疲れを感じたりする人も増えています。ポリコレが多様性を認め合い、中立的な社会へと導く一つの概念であることは確かかもしれません。しかし、それは他国や異なる文化を貶めるために使われていいものではありません。世界的に差別をなくすことを心から願って行動している人のためにも、メディアや企業は正しいポリコレを推進すべきでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。